私は狂言の娘で大凶と言います。今世間では黄金族と呼ばれる方が暴れていて、毎日とても怖い戦いが続いています。でもそんな恐ろしい日々も終わりそうです。各地の君主の皆さんが立ち上がり、黄金族の偉い人張角を懲らしめることになりました。私も孫作様のお手伝いをするために戦場へと向かいます。怖いけど孫作様のためですから、私頑張ります。大凶、すまねえな。お前にまで戦の手伝いをさせちまうことになって。今回の相手は黄金族っていう、まあ王都たちの鎮圧だ。奴らの親玉張角ってのを倒しちまえばいいんだけど、こいつとその兄弟張良と張邦は奇妙な術を使うらしい。厄介だぜ。まあお前はそんなこと気にしなくても大丈夫だ。俺たちに任せとけ。いいか、絶対に無茶すんじゃねえぞ。曹操軍は東へ、孫権軍は中央に進行せよ。義勇軍は迂回し、西の祭壇に向かえ。孫作様はどちらかしら。お怪我なんてしてなければいいけど。おじまえよ。孫作様、頑張ってください。なんだ？お前、なんでこんなところに？孫作様の戦う姿を見に。しゃあねえな。俺の後ろで隠れてるよ。負けねえからな。敵将撃ち取りました。天を信じぬ愚か者には罰は超万世力を授けよう。久々に強敵と会えたわ。敵将撃ち取りました。神秘とくと見よう。大気を震えよう。その怒りを愚かな獣にぶつけるのだ。巻き起これ烈風よ。風を操っている奴を狙え。敵将撃ち取りました。
力、さらに輝かせてみよう。引かねばなるまい。敵将、打ち取りました。なるまい。敵将、討ち取りました。よし、補欠に入るとするか。今こそ天罰を与える時。天よ、奇跡よ、我らの戦に神秘の御業を。ののけ、ボックども。術の源を撃て。さすれば落石も止まる。敵将、撃ち取りました。我らが蒼天の獣に屈してはならん。我が奇跡で皆を勝利へと導こうぞ。いでよ、愚者にふさわしい相手を授けよう。落ち着け。再起を破壊し幻を封じよう。あれば負ける日もある。敵将、撃ち取りました。今なら敵陣を取る。おせい、本気ですからね。引かねばなるまい。獣よ、滅するがいい。一人で戦うか。本気ですね。三次の器量を知れ。よくやってくれた。のようなボンに天の意は覆せん。邪術は打ち破ったぞ。聴覚を目指せ。本気ですからね。天よ、我
さらなる力を。敵将討ち取りました。太平の好天はいずこに。邪教を広める賊軍は我らが打ち破った。龍馬は即と聴覚は死んだ。黄金族は滅亡したと言ってもよかろう。この総大将家臣諸将たちの働きに感謝する。諸君は各地に戻り、引き続き艦長に対して忠誠を尽くしてくれ。二度とこのような乱が起こらないように目を光らせておくのだ。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際二国に及び幼年神童と称された人物のようじゃな。